姫路市のメガ漁港に来ています。ここから漁業の現場を体験・見学できる船が出港するんです。海上で漁師の仕事ぶりや新鮮な海の幸に触れてもらおうと、姫路市家島町坊勢の坊勢漁協が建造した漁業体験見学船第八藤波。この日船に乗り込んで漁業を体験見学するのはメガ小学校3年生30人の子どもたち。メガ漁港を出発した漁業体験見学船は南へおよそ1時間進み、坊勢島に近い海域で1隻の漁船に近づきました。漁師さんが巻き上げた網の中には魚がいっぱい入っています。見学船に漁船が横付けされると取れた魚が移され、子どもたちは初めて見る魚の数と種類にびっくりした様子でした。そして漁協の人のアドバイスを受けながら魚の種類の選別を行いました。この日はなんとタイやイカなどが大量に取れました。漁業体験見学船を導入されたのはどうしてですか？兵庫県下でも、有数の、漁業の島なんですけども、ただそういう、坊勢という名前を、なかなか知ってもらえていない、たくさんおいしい魚が取れるのに知ってもらえていないということから、体験見学船で漁業を直に見ていただいて、で子どもたちにもう漁法を知ってもらい、また魚を知ってもらい、魚を、おいしい魚を食べてもらうことによって、坊勢島、姫路にはこんなにもおいしい、たくさん魚の取れるところがあるんだよということを知ってもらうために作りました。今日は実際に漁業を見学してみてどうでしたか？初めての魚を見たので、いろんな魚がおると分かりました。前まで全然魚を素手で触れなかったけど、今日初めていっぱいたくさんの種類の魚を触れるようになったので嬉しかったです。坊勢島に着いたメガ小学校の子どもたちは坊勢漁協の稚魚中間育成場を見学。ヒラメの稚魚が泳ぐ姿を見たり、餌やりを体験しました。子どもたちには特にどんなことを学んでほしいですか？はい、海には魚だけではなくてゴミもたくさん流れてきます。それでは魚は取れなくなってしまうんだよというようなことも知っていただきたいなというふうに思います。また海、今栄養がないから魚が育たないとかいうふうなことも叫ばれていますけども、そういうところも実感として、魚を見てもらってちょっと痩せてるなというようなことも気づいてほしいなというふうに思います。海と日本。